キング動画、キラキラの魔法にかけられてメイキング動画だと思うんですけど、8月6日0時にリリースするということで、それにあたってキラキラの見どころとか、まあ聞きどころっていうのをちょっと話したいなと思います。まずね、キラキラの魔法にかけられては2022年の3月頃かなに作った曲です。で、まあどんな曲かというと、その高校生の恋愛、まあちょっと若々しいというか、みずみずしいというか、それこそちょっとキラキラしてるような恋愛を、まあ、花火とかそういうワードも出てきますけど、夏を舞台に描きました。曲調としてはまあ爽やかな感じ、疾走感あふれる曲になっています。まあ可愛らしさもあるかな。で、まあやっぱり夏を舞台にしてるっていうことで、夏に聴いてほしいなと思って、今のタイミングでリリースさせていただくことになりました。今年の夏はキラキラの魔法にかけられてをたくさんたくさん聴いて、明るい気持ちで過ごしてもらえたら嬉しいなと思ってます。あとね、その私の曲の中でちょっと気に入ってるポイントがまあいくつかあるんですけど、セリフが入ってるところがすごい聞きどころというか、今までにない感じの、まあ可愛らしい感じになってるんじゃないかなと思ってます。ハイチーズとかスリツーワンとか、ちょっとした音遊びみたいなのが入ってるのもすごくね、私が聞いてほしいポイントです。まあそれこそハイチーズの後にカシャっていうシャッター音が入ってたりとか、スリツーワンの後はこのパチって指パッチンの音が入ってたり、あと最後花火の音が入ってたりするんですよ。歌だけじゃなくて、そういう伴奏とか、まあ、音作りみたいなところも楽しんでいただけるポイントになってるんじゃないかなと思っております。キラキラの魔法にかけられてがたくさんの人を笑顔にするような曲になってくれたらなと思ってリリースさせていただきます。たくさん聴いてください。じゃねー。 3,2,1 キラキラの魔法にかけられて